本日の学校に行きながらプロにななれますかなんか、空き時間ランクやるだけで割と、レベルは上がらんでね、やっぱり。夜やるだけとか。ただまあ、ガチプロレベルでやるってなると、学校通いながらはきついとは思う。もう、すでに。ちょっと前だったらできたけど。ちょっとね、そう、学校、なんか部活とかできたら一番いいんだけどな。どの辺のバランスがいいかはね、で、どれくらい重要視して、 バランス取るから難しい。難しくなってると思う。もう当たり前だけど、その、ここ卒業して、時間めっちゃ増えて、ガッてやる。そこから始めますでもいいけど、卒業した時点で18とかじゃない。考える必要あるな。どれくらいのバランスがいいちょっと俺にもわかんない。勉強と両立できるのは一番。まあで、で強い人は全然、センスある人は全然できると思うんだけどな。両立両立す、なんだろうな。オールイン で、伸びるのも全然いると思うんだよな。オールインしてるからこそ。マッキー大学生だからすごいよ。めちゃくちゃすごいよ、あれ。ちなみに。<laughs> 大学行ってる以外の時間全部バラバランとやってるとかのレベルのタイプだと思うし。どんな条件でもプロ出てくるやつだ出てくる、いや、なんかそれは精神論になるからよくない。フルでできるのは間違いなくゲームで考えたら有利だから。でもそれ、そこにぶっぱしてもいい,い,いよって言えるだけの、なんか、 プロゲーマーマの土台があるかって言われたら怪しいだって選手終わった後ね成功しなかったらどうすんのって話だからねでそこに突っ込めそこねしょうがねえから突っ込めとは俺は言えない <laughs> それでもやるって本人が決めたんだらめちゃくちゃ応援するけどねそれでは三谷さんまた来週。